完全にめちゃめちゃにした。だがかなり迅速な配達だった。だから頼りにしてもいいだろう。ちょうどいい。俺のリムジン会社へ行ってもらいたい。盗難警報が鳴ったんだ。フェンかリーを送りたいところだが、彼らは今身動きが取れない。だから言っただろう、勤務時間中に縄跳びで遊ぶのはやめろって。見捨てた。さんはどうなんだ。慣れ慣れしすぎるからクビにしたんだ。残念だよ、父親だからな。そこで誰か見つけたらお前に対処してもらいたいのだ。わかるな。ああ。ああ、それからそこにいる間だが、うちのサービスを利用する客はプライバシーを重視する。だから記録は見るなよ。考えもしないよ。警報が鳴った原因を調べよう。その辺だね。あったあった。よし、お、何をしてるんだ。忍者。忍者。3、2。気がなくなってる。でももう空手マスターに一瞬でまた着替えるという。上行った、うん、あ、そのためのそれここだったんだ。なるほどね、本当だ、いた、さすが忍者。待てごらー、あ、忍者、早い、忍者汚い、めっちゃ早い。これで下に降りてたらめっちゃ面白いよ。そう、奥に、奥に、はい、オッケー。イエーイ、イエーイ。そう、そう言ってたのね、今まで。イエーイ。こっちだ、こっちだね、こっちだった。飛んで、うっそだ、予測飛べるね、大丈夫。俺の大の苦手な橋も、まだ大丈夫、まだ大丈夫。うん、待っててくれてる。上に登って、あ、ちょっと今チラって見えた、見えたね、うん、やっぱ待っててくれたんだ。うわ、すげえ、うおお。すげえ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 。素早いな。よしよしよし、まだだ、いるね、オッケー。そーい、手こずったね、手こずったね、だいぶ手こずった。俺そっちから行けないの。行けよ。待て、チェイス、ナタリア、チャンの手下かと思ったわ。ある意味そうだ、ヤツのギャングに潜入中なんだ。なぜヤツのオフィスに。父を探していたのよ。え、書類棚の中にいるとでも。違うわよ。そういうことではないと。リムジンに乗るのを目撃されてるの。チャンの、多分ね。でもチャンのオフィスで見つけたのはパパラルドの店の空っぽの輸送袋だけ。パパラルド、ええ、アイスクリーム店よ、トラックの。ああ、よく覚えてるよ。覚えてるね。つまりチャンがビニーパパラルドのギャングに仕えてるとしたら、ビニーはレックスに仕えてるのか。おい、どこ行くんだ。チャンは父を別の場所に隠してる。やめろ、危険すぎる。お父さんは俺が見つける。パタパタしてるよ。それぐらいはさせてくれ。あなたが過去の埋め合わせをしたいからって父を危険にさらすつもりはないわ。それが助けたい理由じゃない。ん、アンロック、スタントラン、
なるほどね。なんかもうちょっとなんか派手なアクションが、うん、ファミリーになるためにチャプター5終わったね。ね、さりげなくなったね。とりあえずそれを聞こう。オフィスで何か見つけたか、運転手。いや何も。動物が入って警報が鳴ったっぽい。多分強情なラバが。またか。だからあそこに人参をしまうなと言ったんだ。バカ。お前がパパラルドの手下だなんて誰も知らない。よかった。なんだと、記録を見たな。多分ここだろうね。我慢できなくて。それにしてもビニーパパラルドはすごい犯罪。スキャンできるマークがあった。だ上に。だが俺と違ってビニーパパラルドはかなり怒りっぽい。なんだと、俺は極めて温厚だ。お前はクビだ。それに彼は誰も信用しない。右腕の毛が逮捕されてしまってからはな。ああ、助けてくれる人間がいればビニーもすごく感謝するだろうな。ああ、ちょうど今日が判決だ。めちゃうろうろしてる。囚人の土砂を盗んで裁判所の外で彼を拾えばいい。ちょっと待て、まさか奴の仲間に入ろうと思ってないだろうな。お前は俺の運転手だ。になんかあるね、パッと見る限りだと。スーパーブロックが。刑務所から門を連れ出せればビニーのギャングに入り。あ、木のとこなんかちょっと光ってたような。あら、チェイス、何だよ。ビニーパパラルドの右腕について何か知ってるか。モーダルか。木のとこ光ってたかな。どうだろう。ちょっと左寄ってくれる。あ、うん、あの木、うん、見てみるわ。なんか光ってる。違うかな。気のせいかな。なんか光ってる部分があった気がしたけど、気のせいかな。つまり彼が刑務所へ行かなくても大した問題じゃない。なんか空いてる部分か、単純に。ちゃんはビニーに仕えている。そしてきっとビニーはレックスに仕えている。だがビニーへ近づくには信用を得る必要がある。モーデルカを脱獄させることで、それって規則を破るってことよね。それが唯一の手がかりなんだ。署に借りられる囚人護送車はあるか。多分ね。チャックに聞いて、彼なら署の裏にいるわ。伝えておくわね。あるね。警察署からってことは、うん、まあ、とりあえず警察署に行くんだ。おお。いいね、なんか。オッケー、来た。到着。やっと着いたー。オッケー。思いっきりぶつけたよね、今。はい。え、あの人のとこか。やあやあ、チェイス。待ってたよ。よし、使ってもいい囚人護送車はあるか。もちろん。だがこれを貸すと非常に面倒なことになるかも。じゃあ何か別の。いいぞ、俺の考えを見抜いたな。その箱を持ってついてこい。これか。ああ、それね。それを緑のプレートか。オッケーオッケー。ここに箱を下ろしてくれ。通販で買ったバイクだ。組み立てるね。思いっきりなんかドンってね。なんだよ、車輪が入ってないぞ。ええー。見られるか。車輪を探すのね。なんで車輪が入ってないんだ。案外その辺にあるんじゃないかな。ね、あったあった。しまった。違った。それじゃなかった。車輪っぽく見えたわ。よし、そこも入ってみよう。よし、そこあるね、スーパーブロックが。タイヤじゃない、あれ。あ、いいね、いいね、いいね。じゃあ、え、え、なるほどね。オッケー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 。よーし。間違えた。やっぱ重たいんだね、タイヤは。でも飛べるでしょ。飛べないんだよ。飛べないんだ。タイヤ重いんだ。食料とは違うからな。うん、うん、そうだね。よし、よいしょ。それだ、もう一つ
これは一輪車釣り竿ですか。タイヤを釣るんだな。その長靴みてえな、なんか。おうおうおう、なになに、連打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 で俺に勝てると思うな。本当にあった。嘘だろ。マジで言ってんのかそれ。このさ、使い古して捨てられた捨てられてしまったこのタイヤを使おうっていうリサイクル精神素晴らしいよね。ね、通販で買ったって言ったのにね。ね、これをリサイクル、しかもちゃんと使えるタイヤが捨ててあるってどういうこと。いや、それも運命なんだよ。え、ね、運命なんだ。うん、運命なんだよ。このタイヤをね、使いなさいと、うん、神が言っているんだ、うん。早く早く。この前やだね、なんか。何も喋ることがないの。よしよ、オッケー、できました。それで2個だ。あと1個、いや待った、三輪車を考えてた。うん、すごく良さそうだ。乗っても大丈夫かな。確かめる方法は一つしかないだろう。そいつで一っ走りしてこい。チェリーツリーヒルズとオーバーアンドッ走らせるんだ。焼ける。まあでもバイク乗れるいい機会だね。ね、よし乗ってみよう。お、なんか始まった、なんか始まった。あ、時間ある、制限が。あそこチェックポイント通ってってことだね。俺レース苦手なんだよな。よしよし。あ、でも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 3枚になってる、3枚になってる。いいねいいねいいね、そういうとこで使っていこう、うん、いいねいいね。このチェックポイント取ることによって時間が5秒増えるのか、うん、あー、飛べー、今足当たった。いいね、届く届く、届いた。いいねいいね、よし、オッケーオッケー。邪魔だ貴様。やべえ、でも楽しいねこれは。オッケー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 。よしよし、今のところ順調、何も起こらなければいいよ。いいよいいよ。大丈夫大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、だいぶ時間余裕ある。いけ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 るいけるいけるいける。よし、よし、いいぞ。50秒だよ。1本1本1本、いいねいいねいいね。さっきまで40秒だった、大丈夫、時間も余裕ができてる。うん、オッケーオッケーオッケー。あんな判定も厳しくねえな。そっち曲がろう。旋回精度はすごくいい。いいねいいね。よしよし、もうちょっとかな。そう、すごい強引に行くね。よし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 、今までもそうだね。うん、もうちょいかな。オッケーオッケーオッケー。ただいま。おい、かなり早かったな。しかも壊れてないぞ。丈夫、約束はちゃんと守るぜ。ほら見てみろ、囚人護送車はあそこだ。やったな。乗り物チャレンジ、なんか別のやつにもあるのかな、これみたいな。おー、乗り物チャレンジを見つけてはクリアしましょう。なるほど、ね、何かもらえるのか。まあまずはストーリーだな。だね、なんかもうサブイベント的な感じのものじゃないかな。乗ろう。大丈夫か。そう、大丈夫か。やらかした、いってじゃあ俺タケノコの里食べよ。タケノコの里、うん、里だよ、里だ、里が、うん、今日はタケノコの里だ。あ、ん、待て、ん、待って、それ俺回収したやつじゃない俺が。外側にもう一個ある。あ、本当だ。なんでブースト台だし。
ダメだダメだ危ないやめろやめろあ、降りれねえんだ。降りれないみたいです。じゃあ行こう行こう行こう行きましょう。そう、俺ここカットするのかなって思ったからさ、うん、俺タケノコの巣食べたんだけど、うん、そう、俺が食べてる時になんか面白いことがあるのやめて、なんかごめんね、狙ってやってるわけじゃないんだ本当に観光客なんだ。あ、よいしょ、ごめん、目的地かと思った。あった、よし、見えてなかった。到着。このロードしてる感すごい好き。これで終わりじゃない。こんな刑罰など逆立ちしながらでも受けられる。サーカスの訓練のおかげだ。これが書類だ。少なくとも8年間はモデルから釈放されることはないだろう。駐車違反切符のおかげでな。また一つ仕事を終え、36年間のキャリアの最終日も終わりだ。しかも一つの汚点も残さずにな。いやあパッド、モーデルカーを迎えに来たぞ。治ってるすごい寝る、すごい寝る。大丈夫か、モーデルカー。お前とは話さない。黙ってアルバトロスへ連れて行け。どうしてもと言うならそうするが、実は刑務所の職員じゃないんだ。お望みなら別の場所へも行けるぞ。なんだと、まったく。フィニーならやってくれると思ってたよ。名前はなんだ。チェイスだ。知らないがまあいい、いつもの隠れ家へ連れて行け。実はチャンチュワンに仕えているんだが、もううんざりなんだ。この脱走を手配したのは本物の犯罪者に伝えたいからだ。いい度胸だ。起き上がった、ね、シーダー街だ。隠れ家はそこにある。目論みがバレたらしいな。少しドタバタしそうだ。それで8年ダメだーダメだーうまい好きなだけドタバタすればいい。暴走車を壊されずに隠れ家まで行きましょう。じゃあまた来るんだ。こういうところでダッシュだね。ワルコレード坊や、ほら待って、警察署名は思いのほか肩こりにいるんだよ大丈夫、シュールだな。見ろよ真ん中の真ん中に座ってんだ。めちゃいい姿勢だね背筋ピンとしてる。すっかり懐かしい気分になるよ。ジミースクエアレックスがトランクに俺を詰め込んで、国境を越えた時を思い出す幸せな日だった本当に容赦ないよね。ね、そこだ。だいぶ距離あるな。まあ時間がないのはせん、うん、のためだけに8年も。とりあえずダメージを受けないようにこう。信じられない。もちろん。いやでも1ダメージ受けてよかったね。なんかあのこの様子見れるの面白いわ。あの警察車両にぶつかると1回ずつ減ってる気がするマジか。あーやばい、なんかもう屋根がないもん丸見えだな。もっとシュールだった。それで本気でビニーの仲間に乗り換えたいのか。ああ、うん、なんとかできるかもしれない。俺とはうまくやれても坊や、ビニーについては全く別の話だ。彼に取り入るには何かすごく特別なことをしなきゃならない。よし、もう近い、大丈夫。オッケー、よっしゃ、近いね、そろそろ右だね。右に曲がってすぐそこにある。際どかった。オッケー、やったよし、着いた。裏に回って下ろしてくれありがとう。もう逃げてきたのか。ちょうどビニーのためにお前をアルバトロスから脱獄させる計画を立てていたんだ。遅かったな。この坊やが一足先だった。あのトラックを片付けてくれ。ありがとうチェイス、連絡するよ。
見たぞ。